鬼厳馬佐久間盛政の娘虎姫が見たお家最高の夢。歴史の細道、案内人の沙織です。戦国時代は親兄弟の仇には相当深い恨みを抱くものです。復讐のために命を狙うことなどもはや当然のことでした。虎姫は父佐久間盛政が討った相手の息子に嫁ぐという数奇な運命を生きた女性です。とはいえ夫は姫を愛し仲睦まじく暮らしました。彼女が乗り越えた運命は一体どのようなものだったのでしょうか。鬼厳馬佐久間盛政の娘として生まれる。虎姫は永禄7年1564年に佐久間盛政の娘として生まれたと言われています。母は同族の佐久間盛重の娘です。永禄7年1564年の生まれとはなっていますが、父盛政は天文23年1554年生まれ。これでは盛政が11歳の時の子となってしまい、少々不自然ではあります。もしかすると生年が違うのかもしれませんし、一説には盛政の妹であるとも言われています。ですがここでは娘として紹介していきますね。父佐久間盛政は織田信長の筆頭家老柴田勝家の甥であり、与力として柴田勢の先鋒を務める猛将で、北陸地方の平定に多大な功績を挙げました。そしてその勇猛な戦いぶりから鬼厳馬の異名を取ったのです。父の討ち死に、そして落ち延びる。天正10年1582年織田信長が本能寺の変で倒れると、織田政権内では柴田勝家と当時は羽柴姓を名乗っていた豊臣秀吉との対立が鮮明となります。そして両者はついに刃を交えることとなり、天正11年1583年に賤ヶ岳の戦いが起きました。この時盛政は秀吉方の中川清秀の砦を急襲し、清秀を討ち取ります。その後駆けつけた秀吉の軍勢を相手に奮闘しますが、やがて力尽き捕らえられてしまいました。秀吉からは庇護一国を与えるとして家臣に誘われた盛政ですが、勝家への忠義を理由にそれを固辞し、市中引き回しの上の斬首を自ら望みます。そして最後まで秀吉に惜しまれながら斬首に処せられたのでした。虎姫は母と共に熱田神宮の大宮司千秋氏のもとに落ち延び、かくまわれたそうです。一説には彼女には清姫という異母子がおり、一緒に落ち延びて清姫は一族の佐久間政盛に嫁ぎ、子供をなして密かに暮らしていました。しかし当時は戦犯とされていた盛政の血縁ということが露見し、夫と子供は殺され、清姫は自害してしまったのだそうです。本当ならば何とも悲しい話ですね。父が殺した相手の息子と結婚、非難合合の縁談。一方共に逃げたはずの虎姫の運命は全く違うものでした。ほどなくして虎姫が生きているという話を聞きつけた秀吉は、彼女を新城直頼の養女にするよう計らいます。新城直頼は彼女にとっては叔母の夫でした。そして秀吉はある縁談を虎姫に持ちかけました。その相手はなんと父盛政が討ち取った中川清秀の息子秀重だったのです。もはや頼る先もあまりない虎姫にとっては、縁談をより好みしている場合ではありません。しかし中川家の方では大騒ぎ。そりゃそうです、かつての主の仇の娘が嫁いでくるというのですから、家中が穏やかでいられるはずもないのです。特に
清秀の未亡人、すなわち秀重の母親は強く反対しました。ただこの話は天下人となることがほぼ確定している秀吉からの斡旋ですから、断るわけにもいきません。秀重は次男でしたから、何も起こらない限りは家督を継ぐこともないため、中川家の方ではしぶしぶこの縁談を受け入れることに決めたのでした。夫秀重との穏やかな時間、虎姫は全く歓迎されない身であったため、秀重の領地に入ることはありませんでした。夫秀重は彼女よりも6歳年下でしたが、寛容な人物だったようです。こんな話が伝わっていますよ。賤ヶ岳の戦いの直後、秀吉は処刑直前の佐久間盛政を秀重に引き合わせたそうです。秀吉にどんな打算があったのかは分かりませんが、父の敵を目の前にしても秀重は冷静でした。戦場での勝ち負けは世の習いですから、私はこの方のことは全く憎くありません。むしろ武勇に優れたお人だと尊敬します。その言葉に盛政は深く感じ入り、こんな男が婿になってくれればとつぶやいたとか、こんな逸話が伝わっていることからも、お家はどうあれ秀重自身は虎姫のことを憎く思うことはなかったようです。むしろ彼らの夫婦仲は極めて良好で、秀重は側室を持つことなく、虎姫との間に7人もの子供を設けることとなりました。側室もいなかったようで、秀重は本当に虎姫を愛していたことがうかがえます。思いがけず夫が家督を継ぐことに。このままであれば中川家の次男坊である虎姫の夫秀重には家督が回ってくるはずはありませんでした。ところが文禄の駅でそれが一変することとなります。家督を継いでいた兄中川秀政は文禄の駅で朝鮮半島へと渡海したのですが、そこで鷹狩りを行ったところ、敵に襲われて殺害されてしまったのです。なんでそんなところで鷹狩りしちゃうかなというところですが、やられてしまったのですからどうしようもありません。秀政の死は不覚悟と呼ばれるものでした。油断して失敗するという意味です。この際は家督相続が認められませんでした。このままではお家が絶たれる。ピンチとなった中川家中は秀政の死を取り繕おうとして戦死とします。しかしすぐにバレてしまい、秀吉の怒りを買ってしまいました。ただ秀吉は秀政の亡き父中川清秀の生前の武功に免じ、所領を半減して秀重が後を継ぐことを認めたのでした。こうして虎姫の夫中川秀重は一躍大名の座に列せられることとなったのです。7人目の子を産んだ後この世を去る。文禄3年1594年になると、秀重は豊後岡74,000石に加増添封されました。ただ虎姫は現地に行くことはありません。その頃彼女は嫡男久盛を出産しました。結婚から約10年経ってようやく生まれた嫡男に、多少は虎姫への厳しい視線が和らいだ瞬間だったのではないでしょうか。その後秀重は慶長の駅で渡海し活躍しました。関ヶ原の戦いに際しては豊臣恩子ということもあり、当初は西軍寄りの姿勢を見せ、家臣を田辺城の戦いに派遣します。しかし九州での東軍西軍勢力の戦いでは東軍となり、臼杵城の太田和義を攻めるなどして、戦後は所領を安堵され、見事に乱世を生き延びました。この間にも虎姫は秀重との子供を次々に産みました。残念ながら養成した子が多かったのですが、嫡男
久盛はつつがなく成長していきます。そして慶長15年、1610年7人目の子供を産んだ際、産後の肥立ちが悪く、虎姫はあっけなくこの世を去りました。47歳で高齢出産だったことも影響したのかもしれません。虎姫の願いを叶えようとした夫と息子。生前、虎姫にはずっと願っていたことがありました。一つは父、佐久間盛政の菩提寺を建てること。そしてもう一つは佐久間氏の復興でした。残念ながら彼女が生きているうちに実現することはありませんでしたが、夫秀重と息子久盛は彼女の思いを実現するために動いたのです。秀重は虎姫が最後に産んだ子を彼女の叔父である佐久間勝幸の娘と結婚させて婿養子とし、間に生まれる子供を後継ぎにしようとしましたが、子供ができずに離縁となります。しかし秀重は離縁となった勝幸の娘を中川家の家老中川助重に目合わせ、その子孫が佐久間氏を復興することとなりました。また久盛は寛永21年、1644年に永雄寺を建立し、祖父佐久間盛政の菩提寺としました。ここは秀重が朝鮮半島から持って帰っていたという牡丹が植えられ、今でも有名な場所となっています。まとめ。 1. 鬼玄馬と呼ばれた猛将佐久間盛政の娘として生まれた。 2. 父が賤ヶ岳の戦いで討ち死にすると熱田神宮の大宮寺のもとに落ち延びた。 3. 父が討ち取った中川清秀の息子秀重と結婚することになったが、反対の声が多かった。 4. 夫の領地に入らず機内で過ごしたが、夫婦仲は良く7人の子を設けた。 5. 兄の不慮の死により夫に家督が回ってきた。 6. 7人目の子供を産んだ直後に亡くなった。 7. 生前の願いを夫と息子が叶え、父の菩提寺建立と佐久間氏再興がなった。鬼玄馬の娘というだけでドラマチックな運命を思わせる虎姫。父は眉目秀麗だったとも言われており、おそらく彼女も美しい姫だったのでしょう。彼女を翻弄した運命は思わぬ伴侶を彼女に与えましたが、結果的にそれが彼女を幸せにすることになりました。嫁ぎ先の家自体からは敵視されても、夫中川秀重の愛の深さが彼女をくじけさせなかったのだと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、よろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。